長崎電気軌道600系電車は長崎電気軌道に在籍する路面電車車両である。元は熊本市交通局の車両であり、170型として1953年に製造された。熊本市電において余剰化したことから1970年に長崎電気軌道が購入し、同社の600型となった。本形式は元来は、 熊本市交通局が170系として導入した車両である。メーカーは荒木南車両で1953年3月に製造。導入数は2両。1949年導入の120型から数えて熊本市電では5形式目となるボギー車であり、この増備でボギー車は計20両となった。熊本市電での運用は十年余りであり。 1968年までに2両とも運用を外れた。熊本市電では他の形式に比して小型車であったが、長崎電気軌道では自社発注車201系、202型などとほぼ同じサイズの車両であることから、同社がワンマン運転拡大と木造車両の置き換えを進めるため購入し、1970年より600系として導入した。長崎では、 自社発注者500型に続く11形式目のボギー車である。1980年代に進められた冷房化改造の対象から外れており、非冷房車であるため徐々に稼働が減少し、1987年に2両のうち1両が廃車された。したがって2018年4月1日現在で在籍するのは601号の1両に限られる。 この車両は古両あるイベント車の一両で、熊本市電時代の塗装が復元されている。本形式は、反抗性車体を持つボギー車である。全長は11.0メートル、最大幅は2.277メートル、高さは車体高さ3.17メートルパンタグラフ、折りたたみ高さ3.83メートル。次長は、熊本時代の資料では14.2トン。 長崎時代の資料では14.0トン。車体前面は中央に幅広の大型窓を配する3枚窓のスタイルである。窓の上下にウィンドウるウィンドウヘッダーを設ける。前面窓は原型では加工窓であったが、熊本市電在籍中に188.190型に習った上部固定、下部上昇式の二段窓に改修された。中央の窓は 長崎遺跡後も一枚窓のままであったが、601号のみ1980年頃に二番窓へ改造された。前小灯は倉庫中央部に配置し、正面から見て左横に微灯を配置する。方向幕は中央窓上にあり、601号に限り中央窓改造と同時期に小型化された。側面の客室扉は左右対称に配置されており、 車体の前後に片側1箇所ずつ、計4箇所に設置されている。長崎電気軌道でのワンマン運転方式ではあと、扉が乗車口、前扉が降車口となる。扉は折り戸で、幅は前後とも86.0センチメートル。ドアガの側面窓は片側8枚ずつの設置で、上段固定、下部上昇式の2段窓である。車内の座席は、 ロングシートでドア間に窓6枚分の長さの座席を配置する。定員は座席28人、立席42人の計70人。台車は住友金属工業製 KS-40J 型を装備する。製造番号は H-2069。この KS-40J 型はブリル 77E 型台車に類似する。 台車枠側両と平行に重ね板ネを渡す点が特徴の低小台車であり、製造当時のメーカーにおける標準型路面電車用台車であった。この台車は、熊本市電では1050系、1060系、長崎電気軌道では150型も装着する。軸箱指示方式は軸ネ式、軸距十は 1626mm、車輪系は 660mm。 主電動機は、出力 38kW の SS-50 型を一両に、月2機設置する。この電動機は製造当時の標準機路面電車用、標準電動機で、その主要所元は、電圧 600V、電流 73A、回転数 820RPM。長崎電気軌道では200型から370型までの各社が、同系の主電動機を使用する。 新造時は東洋電気製造製のものを搭載していたが、長崎電気軌道では三菱電気製のものを用いる。歯車比は59,14で、駆動は吊り掛け駆動方式による。制御機も熊本時代と長崎時代で、メーカーが異なり、熊本市電時代の制御機は、東洋電気製造製の DB1K4 型直接制御機を設置していたが、 長崎電気軌道では三菱電機製の KR-8K 直接制御機を用いる。ただしどちらも同一仕様の制御機であり、制御方式は直並列組み合わせ制御、制御機のノッチは直列4ノッチ、並列4ノッチ、電線7ノッチとなっている。ブレーキシステムは SM3 直通ブレーキを使用する。熊本自然での車体塗装は他のボギー車と同様で、 車体下部がパープルブルー、上部がクリーム色、屋根部分がライトグリーンであった。熊本市電においては、本形式より先に導入された120型から160型までの4形式18両が全長12.8メートルの3、扉車、本形式以後の180型から350型までの5形式30両が全長12.0メートルの前、中扉式の2、 扉車であることから、全長11メートルの前後、扉式に、扉車である、本形式は2両のみの少数派であった。また、熊本市電では珍しい折り戸を採用する、点、両端で入り口のため混雑時に、ドア付近に乗客が集中する傾向がある点が、乗務員に嫌われた。一方、工場関係者には側面に、スカートがなく床も平面であるため検査。 修理が容易で好評であったという。熊本市電では1966年2月よりワンマン運転が始まり、車両の改造が順次行われたが、本形式はその対象から外れ、172号は1966年6月4日付、171号は1968年1月31日付で、それぞれ旧車となった。旧車後、伝送品の一部が、 大阪市電から移籍した線型に転用されている。廃車は2両とも1969年8月22日付である。2016年に運転された、頑張れ。熊本号熊本市電での廃車から半年後の1970年2月6日付で、971号は601号、972号は602号としてそれぞれ、長崎電気軌道で進行した。 中部ランプの室内灯や張り上げ屋根、側面の窓、木造車両の置き換えとワンマン運転の拡大を目的に導入したもので、同様の目的により、本形式導入以後都電から一隻の700系、800系、仙台市電から一隻の1050型と中古車両導入が相次いだ。本形式については購入後九州車両でワンマン改造が施行されており、収益当初から ワンマンカーとして運用された。なお運行開始当初は主に3系統の運用に当てられた。長崎での塗装は、上部クリーム色、下部緑色のツートンカラーであったが、601号に、ついては1985年9月に、長崎電気機,機動開業70周年記念として、熊本市電時代の塗装に塗り替えられた。 602号は1300系の導入に伴い1987年12月10日付で廃車された。601号はその後も残るが、1980年代に行われた冷房化改造の対象にはならず非冷房のままであり、下記を除く朝ラッシュ時の運用などに用いられる予備車兼胴体保存車となった。2016年には、 平成28年熊本地震の被災者支援のため4月26日から5月末にかけて車内に義援金募金箱を設置して頑張れ。熊本号として通常のダイヤに組み込んで運行された。書籍雑誌記事熊本市交通局170軽電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。